テキラダメで14です。今回はクイーンウォーカーズベースアフェリオンイースポーツだけでね、激アツマッチングですね。世界選手権の再びみたいなね、マッチング再びというわけで、まあ、世界2位対世界5位の日本クラン同士ですよ。こんな激アツな日本クラン同士の戦いなかなかないですよというわけで、さあメンバーからはもういつも通りのメンバーになっておりますね。はい、まあ前回そうだな、世界選手権同じウェルプレートでねやらせていただいたんですけど、まあシュエさんとかはね以前、昔から話したこととかあったんですけど、カズマさんとかチョコさんとかね絡みはほとんどなかったので、今回初めていろいろ喋れたりとか写真撮ったりとか、まあそんな感じでね、進行もいろいろ深まりつつっていう中での僕たちにとってアプデ後初の日本戦、かついい相手になりましたね。イーツカップベスト8です。激アツマッチング早速やっていきましょう。さあ早速やっていきましょう。先行はクイーンウォーカーズの方からですね、スーパーボーラーとペッカ2体とスーパーウィザード3体と、まあ、ジャンプは1枚なんですけど、投下弊社なのでウッドランチャーに切り替わるかな。これはなんか不穏ですね。おお、急に勝った。さあ、おお、おでひタウマでか、これタウマで行きそうな予感ですね。これは行っても良さそうってなると、投下弊社でもおかしくないですね。さあ、なんか、そうだね。オデヒーのワンポイントとしてスタドラがよく使う技なんですけど、オールではなくて、ウォーデン本体でターゲを取って、オールを生き残らせることで、この削りのスピードを早めるみたいなね。最初のアーチャーターンのターゲをしっかり、ウォーデンでターゲが取れるような位置からスタートすることで、オールが延命できるので、まあ、少しウォーデンだけよりも、気持ち早い展開ができるというところでね。これもう圧倒的に違いますよ。ウォーデン単体とオールがついてるか。これはね、オーデヒーする人なら気をつけた方がいいですね。ちょっとウォーデン像のダメージも入るので、ここはフリーズもかけていきつつ。さあ、レイジでタンホールを破壊していきたいんですけど、あー、二度目のフリーズ。ちょっと痛いですね。さあ、クイーンで引っ張っていって、対地じゃないので、上まで引っ張るならば離れますが、どうでしょうか。通路同士っぽいな、これは。さあ、イエティがアチャタを削ってくれたので、うわ、どうだろう、これ流れそう。ペッカは流れますね、確定で。さあ、本体はすっからかんになってしまいましたが、これは、次クラッと死ぬよ。おお、おー。今のスーパーウィザード。よかったっすね。ギリギリ、回避するような。当たっててもおかしくなかったですけど、ね、さあ、トーム、バルーンが乗ったので、このバルーン強いですね。ホームチェックもしつつ、一気に爆裂で進みつつ、これ、スーパーウィザードが一気にラバ処理をしてくれたので、進行エグ。一気に貫きましたね。ドカンと行きました。さあ、ここからは、投下弊社から出てくるホグとフィストで、これ、タゲを取って、アーチャータワーだったり、ロイちゃんにダメージが入らないような形も取ってますね。さあ、ロイちゃんの方にレイジを打っていって、本体パートがアホみたいに突き抜けちゃったんでね。さあ、スケルトン出たんですが、ここはインビジブル、レイジロイちゃんインビジブルがすごいスピードで破壊をしてくれてます。さあ、クイーンの方はなんとかギリギリ。スーパーボーラーの今の範囲ダメージでね、マルチインフェルノまでダメージ入ってますね。これ強い。さあ、ロイヤルチャンピオンは能力を残しつつ、フリーズも1枚。さあ、スーパーボーラーのダメージがテスラにも入っていって、さあ、ブーメランはっしょい。さあ、ラストフリーズをかけていって、これはちょこんと触るだけでマルチが折れるぞ。終了だ。強。ガーソス。さあ、ガラクタさん。幸先いいですね。日本戦。ちょっとね、今日はクイーンウォーカーズ3戦連続で対戦を行ってるんですけど、すこぶるスコアが悪いので、一番良かった試合で、ちょっと待って、初戦いくつか。ああ、まあまあまあ、平均11、12、14でしょ？平均 12. ちょっとっていうね。やばいスコアになっちゃってるんでね。あんまり調子は良くなさそうなんですが、前回スタートから始まっていきました。さあ、クイヒーディガホグ。まあ、タウンホールへの誘導うまいですね。きっちりタウンホールへ誘導していって、対空砲からもヒーラーが撃たれない位置。素晴らしい。さあ、これ次は対空砲かな？どっちだろう？対空行きますよね。対空撃って、シングル捕まって、援軍処理、ポイズンを受ける。あー、きつ。かぶりましたね。さあ、もう一気にディガホグを展開することで、最悪シングルインフェルノのタギをバラした。あ、ポイズン打ってないんだ。おー、インビジブル。さあ、インビジブルをかけたことで、援軍処理をディガホグに押し付けていくスタイルなんですけど、シングルはなんとか突破しつつ、ウォールブレイカー追加しましたね。さあ、ロイヤルチャンピオンの方にラバ処理やってくれと。やってったんですけど、クロークがないので、オーデンのトームがこれクイーンに入らないと、
死ぬんですけど、なんか入りました。ギリギリでウォーデンスライドしてギリギリ届いたようですね。いや、これは神トーム入りましたね。神トームによってヒーラーが戻ってきて、クイヒーが再度継続という、これはいいトムが入りましたね。これは相当変わりますよ。さあ、クイーンはただ生き残ったんですが、あーでも投石を単独で折ろうとしてるんで、やっぱこいつ犯罪ですね。犯罪を犯してます。さあ、これは同化弊社から出てきたホグと一緒にロイヤルチャンピオンが進みそうなんですけど、ヒーローがかなり重いですかね、ここは。あー、なんかクイーン死んでる。さあ、キングロイちゃんと突破していくんですが、ロイヤルチャンピオンの攻撃を据えているので、その隙にホグライダーが潰れましたね。ただフィストが残っている。ウォールブリカも2枚あるので、いやー微妙なところですね。クロスがいい感じに残ってくれればというところかな。ライちゃん巨爆によって能力剥がしたのは熱すぎ。これ温存されてたらきつかったな。呪文がないので。クロスの HP はどれぐらい残ってるんだい。あ、まあまあ残ってる。いやー微妙。さあ、その穴開け強いですね。さあ、でももう一枚あるんで、もう一回穴開けでね、クロスまで穴開けできちゃうんですよね。さあ、遅いですね、そのスニゴブ。スニゴブ遅い。あー、ラッキー。いや、どうだ。さあ、ウォールブレッカー2層目までつけていきまして、最終のとこまで届いていきました。どうだ、時間との勝負になりそうかな。さあ、オールさんが、いいチェーン入るな、そのオールは。約生きてんのか。うぅ、危ねえ。ギリギリでしたね、99%。さあ、クイヒラバル、ガーク、ウォールブレイカー、イン。スニゴブカット、ウィザードカット、突っ込んでいくスタイルですね、マルチの方へ。2層目開けんのかな、これ。開けなそうですよね。開けないと、やばい。ぶん殴られるんで。ってなると、投石の方どうするんだろう。ロイちゃん？あーいやー、うん、あ、ロイちゃん来ましたね。さ、マルチへ横打ち入るのがちょっと辛いんですけど、先に折れそうですね。ターゲットが、レッドゾーンか、HP。さ、キングをサンジガー使っていきます。安い吹かれるのもちょっとうざい。クロック、さあ援軍ここで登場。ギリギリですがフリーズからのクロック。いやー対空砲に撃たれてる。さあ、ここは中心へのウォールブレイカー入りますが、キングをターゲっている。さあ、ストライカーでターゲット変更がギリギリできて、レイジなんですけど、ヒーラーが1体しかいない。あー、うおー、クロークもないので、ここはインブかけるんですけど、これは、さすきついですね。さあ、ウォーデン像、対地クロスでクイーンはここで終了と。さあ、キングがその分ヒーラー打つって、地味にこのヒーラー強いですね。キング、キング地味に回復してますよ、これ。さあ、タウンホールはここ一気にレイジトームで乗り切っていきつつ、いいですね、これ。ポイズン効果バルーンに対して入ってない。オーデンはどうだ、抜けれたな。ギリギリ抜けれましたね。さあ、ヘイストかけていって、これワンチャンあるぞ。さあ、フリーズしっかりかかってるので、この投石機の方へ潜り込めるか、バルーン。潜れましたね。さあ、対地区、対空砲か、対空の竹取りたい。さあ、バルーン撃たれますけど、これ潜れますね。さあ、ウォールブレーカーで対空砲ダメージ入れるんや、そいつ。さあ、来ましたね、ウォールブレーカー。ウォールブレーカーで折れそう。うん。ナイス。おほほ、これ取り切るのがガククオリティですね。クイヒーをうまいこと延命してね、真ん中マルチまで折り切ったのが勝ちでしたね。あれ折れてなかったら取れなかったですね、これは。ナイスガーサス。さあ、かなり辛いところから前回を取り切ってくれました。天才のインドライダー、ライトニングロックと、おお、真ん中打ちましたね。ああ、なるほど。真ん中マルチかつ、レアスイーパー対空砲、2-2、両サイド折ってきました。強っ。さあ、クイーン、クロークでタウンホールをゲット。天才のバリは確かに美味しいですね。うん。ステクイーンなので、これは。インドラタゲトリドラゴンライト、なるほどね。AT ウィズと言ってらっしゃいと。
さあ、インドラちょいちょい。インドラちょいちょい来ましたね。これ、兵器が自由に使えるというところで。さあ、インドラちょいちょいにバルーンを追加。援軍が。さあ、ここからちょっと追いのバルーンも追加で出していきつつ、投石の滝はドラゴンライダー。あ、ボーマーまでここで追加。さあ、当面。広がっていきます。さあ、スケルトンをシングルの前に置きつつ、フリーズをかけていくと。ナイス。ナイス、トルネイ。トルネ強。さあ、ドラゴンライダー残るか。さあ、キングとロイちゃんがまだ手元にあるような状況。さあ、スケルトンをヒーローの手元に置きつつ、逆サイドキングロイちゃん展開する予定ですかね。うわー、シングルを残んない。どうだろう。いやー、援軍ラバ強すぎ。その援軍ラバ強すぎ。クラン城残ったの激アツ展開でしたね。さあ、これはロイちゃんがラバに捕まり続けるのとポイズンがないので少ししんどくなりそうですね。さあ、上側はどうだこれ。さあ、フィストを使っていきましたが、どうだろう。結構ギリギリな展開ですが、このラバが強すぎるな。防衛ラバが有能すぎる。さあ、ロイヤルチャンピオンほぼ仕事をせず、なおかつこれパピーでロイちゃん完封ですね。あー、ラバつんよ。ロイちゃんは何もできませんでしたね。おわ。おわ。これ、援軍ラバいなかったら行かれてましたね。クラン城を残すような形で守れたのが、熱かった。クラン城へのインドラ誘導が、実はキーだったんですね。いや、これ守れたのでかいな。星6からの2防衛はもう、めちゃめちゃいい展開ですね。これめちゃくちゃ熱いですよ。さあ、残りアーチャーいますが、これはさすがに間に合わなそうかな。いや、でかすぎ。これはいい展開ですね。いい展開と言えるでしょう。ナイス防衛。さあ、3人目。これ前回取ったらほぼほぼ勝ちっすね。前回取って、9対4でしょ。で、前回取られても7対9なんで、僕とクラスのどっちか取れば勝ちっていう状況ですね。めちゃめちゃいい展開。さあ、トッツビズラバルですかね。インブ5枚なんで、ですね。インブ5倍の時は、5枚の時は対空砲隠す時と決まってるんですよ、相場は。さあ、ラバ突しつつ、フリーズでヒーロー固めていってギリギリ届くか、売れば、おー、ストライカー入りました。おー、しかもなんか、なんなら突撃艦の落下ダメージでストライカー処理ができましたね。さあ、ロイちゃん処理までしつつ、これ決まったな。もう決まりましたね。いや、強。これは決まった、もう。勝ちだ。さすがにこれはクイーン流さないでしょ。ラボ残ってんの不穏だけど。うお。さあ、パピー処理しつつキングで切りましたね。さあ、これはダクポン拾いつつボールブレーカー。さすがにそれない。さあ、アイゴレ展開していきますが、ベビドラがカットしてくれたので、アイゴレが先行してくれますね。さあ、キングロイちゃんをクジ側展開していきます。さあ、バルキリー持ってきてるの、多分これリクス系用だと思うんですけど、今クジ、ロイちゃん捕まってるんで、投げてあげても。クイーンの方なかったですからね。別のとこ、上側なんかテスラカットに使おうとしてるけど、これ、サイレント修正でああいうの回り込まないようになりましたからね。結構前に。バルキリーは何もしませんでした。マジでリクス系用だよ。バルキリー。ああいうなんかカット用にそんなに機能しないからね。さあ、これは、おー、インビジブルまでかけていく。ロイちゃんがちょっと先行しちゃったんですけど、インビジブルでロイちゃん守ってきましたね。ギリギリの HP なんですけど。これ守ったことでロイヤルチャンピオンでイーグル4を後押しできますね。さあ、ここからはラバとストライカーしっかりトームかけるように、トームね、使えるように打ち込んでいきました。うまい。さあ、ヘイスト戻らしていって、フリーズ。さあ、クイーンはギリギリ HP 落とせませんでしたが、これなら落とせるでしょ、すぐ。さあ、真ん中にあるインフェルノがね、シングルなので、これはもう、
バルーンの数で押して、あー、しかもラバーで今赤枠取るね、据えましたね。真ん中マルチでやったらワンチャンきつかったかもしれないけど、シングルなのでこれはバルーンの数で押せそうですね。さあ呪文はもうすでにないんですが、残り時間20秒ちょい。ここの赤枠取るねが据えてんのは熱いっすね。さあ安いパイようやく折り切って、残り時間は10秒ちょい。間に合うかこれ。さあリクスケルトンが、ああ、いいオールチェイン入りましたね。6時側に向かって、あーチャイ切ったのでかすぎ。オールの今のリクスケチェインバカでかかったっすね。さあ残り時間は2秒1秒どっちだ、間に合う。おー、ギリギリブザービーツ。さあこれほぼ勝ちを決める全開が生まれました。クイヒードラゴンライダー、いや時間危なかったっすね今の。超ギリだった。6時アーチャー死んでたら間に合ってなかったな。リックスケにオールが今ダメージ与えてくれたんだけど、めちゃくちゃでかかったっすね今の。リックスケ4体のうち3体がねオールで吹っ飛んだんですけど、さあちょっと火力高いのでこれはレイジ貯めましたね。貯めましたがかなり綺麗にターゲット外しつつ、キングユードウォールブレーカー、マルチの方もウォールブレーカーいると、うまい。少し膨らむのでヒーラーダメージ入るのと、ユニコーン落とせるの熱いなこれ。早めにユニコーン落とせるの強い。この後祭壇行くんで、そうですね祭壇行くので、その隙にさすがに落とせると思う。ユニコーンだけでも、あー、オッケーオッケーオッケー、ユニコーン落としたのでかすぎ。そのベビ強そう。何もなければそのベビ強い。四字が今大砲めがけてベビードラゴン出てますね。このベビー強い。さあまだウォールブレーカー1枚あるんですけども、エリック、ボーデンゾーあたり狙ってんのかな。あ、来ましたね、ボーデンゾー来ましたね。さあクローク入ったのですが、これはターゲット分散できるので穴開け成功ですね。さあドラゴンライダーは4時から登場しますが、少し溜めすぎたかな。レイジは残り1枚。まあ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 。フリーズ、さすがにやばいと踏んだか。タウン用にレイジも残したい感じだったのかな。さあ、ドラゴンライダーと届いていきまして、タウンホールはしっかり届きましたね。ドガン。まあでもこれシン、あ、それ隠したことによってむしろシングルでおられる説。ポイズン入ってますからね、それ。さあ、折れろ。あー、強かった、思ったより。思ったより強かったけど、ポイズン入っていく。おー、熱い。2体もポイズン入った。これは結構、いいホーミング、ナイスナイスナイス。さあ、残ったドラゴンライダーはラスト1体ですが、対空砲が激強い。すべてのドラゴンライダーはここで落とされていって、回収は、ガーゴイルが巻かれていって、ウォーデンがどれだけ伸びるかですね。さあ、ロイヤルチャンピオン先にここで潰せると、ナイス。ロイヤルチャンピオンじゃねえわ。ストライカー。さあ、リクスケも間に合っていって、これは勝ちが決まりましたね。9対6と。3連全開からの3連防衛で。まあ、星1をしない限り勝ちですね。でかすぎ。さあ94まで行くかどうかというところですが、伸びていって終了。内部さあクラス、これはお新兵器、新兵器の入った純正ラバルというところでしょうか。バーバリアンでテスラをチェックしつつ、新兵器をクジサイド投げ込んでいく感じになりますね。さあ潰しつつ、その後どうするんだろう。うん、もう一回テスラチェックのババ投げてきましたね。おお、あー、なるほど、はい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 。そう、キングその区画マジで強いよな。食い引いてそこ入れるか悩みましたね僕も。マルチロイヤルチャンピオンのあるこのとこにねキング入ったら割と、そう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 。で、これをさ、クイーンを、あ、なるほどね。あ、インビジブルで強制収容する感じになるのかな、クイーン、タンホールへの誘導。それが思い浮かばなくてやめたんですよね、プラン。
さあポイズン2枚で援軍潰しつつ、ああちょっと9時の方はドラゴンライダー、テスラとリクスケルトンが出て新兵器の方が割れてますが、これドラゴンライダーで突破できるかな、どうだろう、突破できそうですね。さあインビジブルを隠してたんですが、きっちりタンホールの方にはクイーンは入ってくれました。クロコ使いつつ、まあなんとか新兵器伸びたかったんですけど、中身のねドラゴンライダーでしっかり投石機まで降り切ることができましたね。さあバルーンを展開していきつつ、ここからは純正ラバルなのですごい呪文はたくさんありますよ。さあオイラバーはできないのか、もうラバイのねいないのね。さあ中心ヘイストからのヒールフリーズいいですね。マルチアイティのケアしっかり赤バクのケアができてる、いいタイミングでしたね。赤バックないからちょっとオーバーケアに見えるかもしれませんが、あった時にでも対応できるスピードで打っていきました。フリーズヒールからのヘイストでね一気にゴリ押していって、ここのトーム激強、トームからのフリーズ強すぎる。勝ちが決まりましたね。何度も勝ちが決まっていきます。さあ圧倒的全開だ、これはうまい、これはうますぎる、素晴らしいですね。いいプランと EPS とヒール採用熱いっすね。うまい。よくわかってる人のあれだ。うまい。さあ、チョコさん。純正ラバルかな？さあ、迫撃カットからスタートしていきましたが。スニゴブ。ホグ。あ、バレました。リクスケテスラがバレました。さあクイーンをそこに誘導していく形になりそうですね。うん。お、スケルトン採用か。なるほど。縦ユニットを積むと、まあアイゴレだったりとか積むと15枠も取られますからね。枠数的にかなり厳しいと踏んで、呪文を使うことでそこは縦ユニットを選んだ形。さあ援軍出まして、これはロイヤルチャンピオンを投石まで見越したような形で使ってくるのかな、これは。さあスケルトンまで、こっちもロイちゃんの盾に使ってくんですけど、これはラバに使われますね。ラッシーちょっと一人だけ投石殴んないでくれる。さあクイーンはクロークで破壊しつつ、これはラバ処理まで加担しますね、あいつ。あー、インビジブルクイーンに打つんよ。クイーンエンメスんだ、それ。さ、ロイちゃんブーメラン打っていって、ここはフリーズ。さすがに投石まではおられてしまう。さあ、ラバ2体展開しつつ、ここは突撃艦をセットしてるので、まあ、イーグルマルチまで10時ぐらいから出して、届けって感じになるのかな。それはね、ちょっとね、読んでますよ。さあ、ここでトーム。レイジをかけていって、ラーバーからの突撃艦ですが、そこにはしっかりトルネードがあってね。さあ、これは。ただ、どうだろう。金、ロイちゃんの処理がゴリ押しでされてしまいそうだ。なんだかんだ届きましたね。まあ、バルーンがね。ソラワナ等々をひっくるめていたので、突撃艦があれど、しっかりマルチまで届いてきました。どうだろう、これ。さあ、呪文は残りヘイスト1枚なんで、早くドラゴンをたけるな、シングル。潰せ、潰せ。いやー、さすがに、いるな。ユニットいるな。赤爆はもう出ちゃってるんでね、どうでしょうか。さあバルーンの体数はかなり足りているぞ。さあ少しでもバルーンを減らして回収間に合わないようにしたい。これ逆にナイス、折れたことによってバルーンが一度戻りましたね。これ間に合わないんじゃない、間に合わなそう。今のバック痛くね、痛いっすね。これは間に合いませんね。ほほほ、4連防衛内防。さあラストアタック、勝負は決まってるんですけども、パーフェクトをねかけたアタックやっていきましょう。タウンスニゴブのドラゴンライダー編成ですね。まあ、新兵器はよりもウッドランチャーの方が刺さるかなというところで、ウッドランチャー採用でございますと。よいしょ、まずは
削っていきます。さあここで気づきました。まだ気づいてないか。さあベビドラも出しつつスニゴブでチェックしてるんですけど、あー危ない危ない、連想迫撃砲あるじゃんか、ということで連想迫撃砲を削っていきます。これスニゴブやる人のね負け筋なんで気をつけましょう。連想迫撃のねスプラッシュダメージでまだ出てない罠を拾ってタウンスニゴブが死ぬっていうのが負け筋なんで、ま、皆さん気をつけましょう。さあウォールブレイカー、キング用の穴とクイーン用の穴を開けていきます。クイーンスタートしつつ、スケルトン1枚はね、キングの竹取り用。さあ、ゴーレムも出していき。本当はね、ゴーレムもうちょい貯めれればよかったんだけど、ちきりましたね、これは。忙しいから、この後。ちょっと早めに出さないと、ちょっと忙しいなと思って、先に出したので、ゴーレムの少し HP 持ってかれてます。タウンスニゴブの方にもインビジブを合わせつつ、ウッドランチャー中心目。いい感じに道を作ってくれてますね。8時外をね、AT までバルーンカットしたことで、キングが内側に入ってくれつつ、これは、投石までの道を作ってくれい。さあ、ギリギリですが、穴は外した。フィストでターゲット取ってるんですけど、ちょっとね、クイーンへの被弾がね、めちゃめちゃでかくて、ここ、大砲と大地クロスがね、入り続けてたんですよね。これがちょっと誤算でしたね。キングがもうちょっとターゲット取ってくれればよかったんですけど、ちょっと、イエティがまっすぐ進まなかったので投石機が残ってしまいますが、まあしょうがないので9時からドラゴンライダープラン通り進めていきます。まあ別にね、ヒーローパッドで壊さなくても取れるなと思ってて、というのも12時側からこういう風にコウモリやってくることでドラゴンライダーのルートが結構投石機も見れるような感じで内側にしぼむような形を作れるかなというところです。さあロイヤルチャンピオンでウィズドのタゲ取りたかったんですけど取れなかったので慌ててフリーズを打っていきます。取れないんかーいと。さあターゲット見ててここはすごい気にして見てて、投石のタゲはドラゴンライダーで取れてたのでここはフリーズは打ちません。さあラストマルチの方を、そっち見てたでせいで若干ねマルチの方若干だけ遅れたんですけど、まあまあまあというところで、さあマルチまで折り切っていってフリーズ1枚余って終了と。パーフェクトゲームでございます。というわけで、新環境やっぱりね、まあ新環境とはいえウッドランチャー使ってるんであんま変わんないけど、この編成やっぱ強いっすね。新兵器使ったこれも強いと思う。なんでかっていうとね、まあ、シンプルに対地クロスの4本4方向にね刺さるような置き方したくなるんですよ。そうしないと新兵器が伸びちゃうから、ってなると火力が分散しやすいからね、ヒーローだったりクヒーだったりがね伸びやすくなると思うんですよね。今後シングルインフェルノとかも増えるかもしれないんですよ。そうなるとヒーローだったりクヒーを止めるために、そうなるとやっぱシンプルにコウモリが刺さりやすくなるから、あとはタウンスニゴブができるかどうかだけチェックすればね、刺さるかどうかのチェックもできるんで、まあ、それができないならまた別の戦術考えればいいしみたいな感じでやっていけばいいんじゃないですか。さあ真ん中マルチに対して天才を打ち込んできてスーパードラゴンですね。さあスーパードラゴン一気にユニットバーンと出していきつつ、初手トームどうなんだろう。これに関してはもうちょい貯めてもよかった説ある。キング、あ、じゃあクイーンロイちゃん当たるとこだったりでトーム打ってた方が本当強いんじゃねって、なんか HP7000 もあるからさ、初手のイーグルは許容してこの辺でトーム打ったがワンチャン強いんじゃねと思ったけど、まあこうやってねユニットバカみたいにそれてってるんで、まあ、結論やっぱ初手トムが一番安定はするかな、確かに。さあフィストで3時バゴーンと行きつつ、クイーンのための穴開けで投石機を狙っていくと。さあユニットかなりバラついてるんですけど、ロイヤルチャンピオンを追加で出していきましたね。さあ中心、そうだね、スーパードラゴンは完全に独立して1体1体おのおの好き勝手やってくれてますね。いや、どうなんだろうな。フリーズ1枚、これ押されますかね。おお、中心、大量、大量。キング強。いや、ドラゴン、スーパードラゴンも伸びますね。いや、強いな。押せ押せだ。さあ、スーパードラゴンがタンクをして、ロイヤルチャンピオンが刺していく形。HP 高いですね。7000。シングルインフェルノ食らってからも時間が、また耐えれる時間が長いですね。押し切っていって、前回。
はい、というわけで今回はクイーンオーカツベースアフェリオン e スポーツだったんですけど、15対11のパーフェクトゲームを取ることができました。いいですね。今回はもう攻守に完璧なパフォーマンスだったんじゃないでしょうか。攻撃も防衛もぶっ刺さりというわけで、そうだね。世界大会でもね、アフェリオンに対してはボックス配置を使ったんですけど、今回もボックス系の配置を使っていって守り切ることができて、まあ割かし、全部あれではなかったか別に。ATN に使うはずだった配置とかも出してましたね。そうですね。まあこれが4戦目かな。クイーンウォーカーズとして、新環境になって4戦目の対戦だったので、まあみんなそろそろ、新環境というものに慣れてプランニングができるようになった頃なんじゃないかなというところで、この1戦前12点ですからね。アフェリオン戦で急に15点というところで、かなりいい感じに適応がそろそろできてきたんじゃないかなというところで仕上がってきましたね。まあスーパーユニットはじゃあいや、スーパーユニットのスーパードラゴンと新兵器をほぼみんな使ってない使ってなかったので、シンプルにね、今までの環境の狭してるので、まあこれに関しては適応も何もないんですけど、配置がやっぱりね、環境的に多分これからもっと変わってくるから、新兵器はやっぱ対策しないといけない兵器なので、あいつに関しての配置がねまた増えてくると思いますので、それも含めてなんかまた新しくなってから刺さる配置、編成だったり、そういうのがまた生まれてくると思うんでね、まあ配置の変化を見つつやっていきましょうというところで。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。さよなら。